春雨は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、春雨型駆逐艦のネームシップである。同盟艦に、白梅型駆逐艦の春雨があるため、こちらは、春雨や、春雨愛などと表記される。1903年6月26日、横須賀造船省で竣工し、軍艦に編入され、駆逐艦に類別。1904年、日露戦争が勃発し、旅順口、 攻撃、公開回線に参加。同年10月11日、旅順沖で食来志士艦室から後方の船体を喪失し、呉れ交渉で建造中の同系艦あられの後半部分を接合する工事を同年11月29日から着手し、翌1905年1月7日に修理完了して復帰した。日本海,海戦では、第一艦隊第一隊司令艦として参加し、 5月27日の野戦で両艦夕時と衝突事故を起こした。その後、カラフトの戦いにも参加した。1911年11月24日、現在の三重県鳥羽島と野湾、菅崎半島付近で交点により格差沈没。第12駆逐隊司令、大滝道助仲裁家44名が殉職した。 地元の長岡村大札町の村人らの救助活動により8名は生存。現在も事故現場を見渡せる菅崎半島八聖堂のイカ頭に春雨潤南の石踏みが整備、保存されている。同年12月28日、除籍1912年8月1日、沈没のまま売却。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び、 官報に基づく。佐世保水雷団第十二駆逐隊の帰還春雨は、両艦の磯波、綾波、浦波と共に、土佐沖の海軍演習に参加した木とであった。1 9十一年十一月二十三日遊国、三重県の島沖に差し掛かった時、大しけに遭遇して、変態行動の自由を奪われた。そこで司令大立中佐は変態を解いて各艦に、自由行動を礼し、 気象警戒海域での退避を図った。春雨の艦長小玉隊員は、両艦と分かれて、島市の的や湾への避難入港を目指した。夜に入ると、嵐はさらに強まり、海は大荒れに荒れた。真夜中近くに、長岡村大札南岸、菅崎半島の八聖堂沖に差し掛かった際に、春雨はあまりに間近に、菅崎半島から、 海岸の安の先灯台が明滅するのに驚き、更新に切り替えたことにより運悪く下崎海岸の三角形暗礁に艦の後部をのし上げて座礁した。翌11月24日の早朝、嵐の翌日だったこともあり、菅崎半島の崖下に海草取りに来ていた村人が崖下に流れ着いた春雨の陸民を発見したことで事故が発覚した。 大札青年会により救助隊が組まれ、現場の海域に到着したが、海は荒れており船で春雨に近づくことができなかった。そのため村人は命綱一つで、重油も漂う荒れる海に飛び込み残っていた乗組員を救助した。昼過ぎに湾口に現れた、領館、綾波や多くの村人たちが見守る中春雨は、マストを降り、煙突だけを波間に出しながら沈没した。 この時春雨の捜索に当たっていた、両艦綾波は状況が把握できていなかったが、菅崎の台上から救助された乗組員が菅笠を両手に手端信号で状況を送った。自力で岸までたどり着いた者も含め救助された8名の乗組員はその日のうちに、マトヤ湾に入港した綾波により、日本赤十字病院に運ばれて、一命を取り留めた。 乗組員の多くは座礁した春雨より探偵で脱出を試みていたが、嵐の中こちらも暗礁に乗り上げるなどして多くは海に投げ出され、岩礁に体を打ちつけなくなったようである。アや漁師など村人総出で44名の殉職者全員の遺体は収容された。多くの遺体は脱出のため軽装だったのに対し、発見された指令大滝中佐の遺体は一層の 軍服を着用し、真、まあ、新しい白の手袋をはめ、靴下から靴に至るまで村人には、死での装いのように感じその覚悟がうかがい知れたようで、ある。1937年島軍、在京軍人総合会により、事故現場を見渡せる菅崎半島のイカ頭に、記念碑が設立され、事故から100年以上過ぎた今も整備保存されている。ありがとうございます。